どうも。今回はダイソーに売ってるものだけでずんだ餅を作りたいと思うのだ。ダイソーに枝豆って売ってるのかしら？枝豆そのものは見つからなかったけど、こんなものを見つけちゃったのだ。じゃん、ずんだ餅の素。何これ？お湯で溶くだけで簡単にずんだあんが作れちゃう超画期的な商品なのだ。また面白いものを見つけてきたわね。今回も実際に作ってみて皆様に分かりやすくお伝えしていきたいと思うのだ。今年もよろしく頼むわ、ずんだもん。早速開封してみたのだ。全部で3袋、切り餅3つ分入ってたわね。今回お餅には同じくダイソーに売ってるこちら砂糖の丸餅を使うので、2袋を大さじ2杯のお湯で溶いていくのだ。すごっ、思ったよりちゃんと枝豆の香りがするわね。比較的香りの強い茶豆という品種をフリーズドライして作られてるらしいのだ。本当にただお湯と混ぜるだけで完成しちゃったわね。続いては丸餅をダイソーのレンジ調理器もちレンジで加熱調理するのだ。もちレンジは1回の調理で1個しか加熱できないけど、この丸餅は1つ 20g、 一般的な切り餅よりだいぶ小さいわね。なので今回は2個を重ならないように並べ、線まで水を入れ 500W 約1分で加熱してみるのだ。加熱が終わってちょっと膨らんだわね。そしたら湯切り蓋をセットしてしっかり湯切りしていくのだ。ちゃんともちっと仕上がってるわね。同じように5つ全てをレンチンしてお皿に盛り付け、先ほど作ったずんだあんを塗ってあげれば完成。ダイソーずんだ餅なのだ。見た目は最高じゃない。いただきます。わあ、めちゃくちゃ美味しいのだ。想像以上に豆の味がしっかり感じられるわね。甘みの中に程よい塩気があって、もちっとした丸餅との相性抜群なのだ。こんなのすぐになくなっちゃうわよ。あっという間に残り2つになってしまったので、ここらでちょい足し。何するの？耐熱のお皿に移し、バターをちょいと乗っけてレンチン。じゃん。うわ、これはやばいわよ。追加で加熱したことでお餅がとろけてるのだ。美味しすぎる。バターとずんだ、これは禁断の組み合わせなのだ。ごちそうさまでした。というわけで今回はダイソーに売ってるものだけでずんだ餅を作ってみたけど、この元が優秀すぎて超美味しく再現できたのだ。近くの店舗に売ってない場合、スーパーやドラッグストアなどにも置いてあったりするので、ぜひ見つけて作ってみてほしいわね。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございましたのだ。余ってたあんはアイスクリームにのせてみたのだ。最高。